関口宏三毛に司会で知らないわからない連発の違和感っていう、はい、これフライデーの記事なんですけども、はい、まあ、サンデーモーニング、はい、まあ、みんな大好きサンデーモーニングですよね、うん、はい、その司会といえば関口宏さんですよ、はい、で関口さんって78歳なんですね、うん、もうだから区分的には後期高齢者ぐらいの区分になってくるんじゃないかなと、これ今回のニュース出ましたけど、うん、本当この通り、僕これ見てたし、はい、割と見てるんですよ、録画してるんで、はい、はい、サンデーモーニング、もう、うん、衰えてんなっていうのがよくあるんですよ。ちょっと紹介しましょう。はいはいはい。最近、関口が MC を務める TBS 系サンデーモーニングをめぐり、進行ミスや失言を指摘するニュース記事が散見される事態となっている。5月8日放送では、スポーツコーナーで登場した野球評論家、達川光男氏との会話がギクシャク。達川氏がエンゼルス大谷翔平の同僚で強打者のマイク・トラウトの名前を挙げると、関口はマイク・トラウトって何ですかと質問すごいバッターなんですと返す達川氏に、だからどういうところがすごいんですかと重ねた。再び達川氏がホームランも打てるしエンゼルスの主力バッターですと返しても、関口はだからとあっさり言ってあの空気感はひどかったですね。いや、トラウトってもう MLB を代表するバッターですからね。はい、そうです。だから、うん、大谷より有名だったわけですから。そうですよね。だから、そんなの状態で知らないんだから、聞くなって話ですよね。そこまで言ったら。はい、本当に。だってこの、はい、ね、エンゼルス主力バッターですって分かるじゃないですか。そう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 、分かる。それに対して、だからって返します、ね、はい、そう。そうそうそう。いや、僕もこれもう本当見てました。イラッとしましたよ。本当に。はい。やっぱその関口さんっていうのは、はい、やっぱこの TBS 内ではやっぱ功労者でもあるし、うん、もう別格扱いの、はい、まあ、超大物なわけですよ、うん、はい、まあ、やっぱもね、うん、なんかフレンドパークとかもそうでしたもんね、うん、はい、うん、あれも TBS 系ですもんね、はい、そう、当て続けたんでしょうね、彼がね、いや、それがよかった。クイズ100人行きましたとかも彼なんじゃないかな、うん、多分、はい、でまあ、今もサンデーモーニングが視聴率的には結構取ってるわけですし、うん、うん、はい、それも安定してね、そうですね。で、最近の関口さんのトレンドは、知らない、わからない、興味ないです。昔からその傾向はありましたが、ついにそれを隠すこともしなくなりました。はい、TBS 関係者が言ってるんですね。はい、今年に入って、わずか4ヶ月余りでここまでボロが出ている。まだまだ類似のハプニングは起こりそうだが、芸能界で唯一無二の存在であることも事実。これを視聴者から味と言われるまでに消化できれば、まだまだ番組は安泰なのかもしれないが、てんてんてんっていう話なんですけど、うん、はい、この後にもですね、うん、5月15日の放送、うん、もうちょっとこれネタにされていて、これスポーツ報知の記事なんですが、うん、はい、関口はちょっと思い出したんですが、この方もルイさん、これ女子バスケの松田ルイさんのこと言ってるんですけど、はい、うん、はい、この方もルイさん、八村ルイさん、最近あんまり聞かないね、今あんまり活躍してないのかなとコメントした。これにレギュラーコメンテーターの上原浩二は、男子は今プレーオフに入っていまして、それに出場しないことで出てないですと答えると、うん、答えると調子悪いんだろうねとかした。違う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 。ルール全部分かってねえなって。プレーオフだよってのに。全然これ噛み合ってなくて、もうどうしようもないんですよね。でこの反応に上原氏は、じゃなくてチームが負けてしまっているので、はい、と繰り返し説明すると、はい、あ、そういうことだから聞かないんだ、はい、うん、分かりましたと関口が納得していた、はいはい、いやこれはいやマジね、おじいちゃん感がすごいんですよ。おじいちゃんですね。やばいおじいちゃんなんですよ。だからそうですね、全然スポーツ知らないくせに、うん、知らないって立場で言えばいいのに、なんか、うん、普通のジジイが若いやつにちょっかい出すみたいな感じで聞くんですよね、はい、で正直言って張本さんの方が全然良くて、はい、張本さんのは筋が通ってて自分の考え方を言ってるだけなんですよ、うん、ちょっと炎上はしたけれども、うん、はい、カズはねもう引退した方がいいとかいうのは、うん、その要は後輩に譲るべきだとか、あれはあれで一つの考え方として、はい、彼はプロとして言ったわけだから、うん、別にボケてるとかじゃないんですよ、はい、でこの関口さんのはボケてるんですよ。だから問題なんですよ。そう、いやしかもこれ真顔で言ってるわけですよね、はい、そう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 、それがまたこう、はい、文字にすると笑いを誘いますよね。そう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 、やこの上原さんとの会話で、はい、そう、いや本当僕まあまあ大体見てるから、本当、はい、イラつきます。特にスポーツコーナーでの食い違いはすごいですね、うん、はい、
いや、孤独に違います。はい。いや、笑っちゃいますね。はい。で、やっぱ僕がこの、やっぱ関口さんのね、こういう事態で思い出したのが、うん、田原総一郎さんなんですよ。うん、はい。田原さんも相当ね、うん、まあ、ちょっともう信仰に問題があるんじゃないかなと、いうふうに思ってしまうんですけれども、うん。まあ、田原さんも関口さんもそろそろ後進に道を譲った方がいいんじゃないかなと思いつつ、うん、でもやっぱこういう方がまだまだ司会やってるっていうのが日本の縮図でもあるのかなと。はい。この少子高齢化社会で、ね、はい、うん。ずっとやり続けて、だから上のポストが開かないから、はい、なんかこう下の人間も腐っちゃうみたいな、うん、一般社会の構造をそのまま持ってきてしまってるんじゃないかなと。はい。っていうのを感じてしまうわけですよ。うん、僕は多分ね、これ基本的には年配者しか見てないから、うん、若い人とかって、まあネットで記事を見るとか、あとその、はい、だから、年寄り相手の番組だから基本的に、うん、だから成り立ってんだろうなっていう気はしますけどね、うん、もう本当に、うん、はい、若い人ネットに行っちゃっててね、はい、そうですね、これ若い人見てたらやっぱもっと切れてんじゃないかなと思いますね。だから高齢者が見てると、はい、うん、ああ、あるあるって思ってるかもしれないですね。ああ、確かにね、うん、なんだか分かんないなっていうね、うん、はい、この話が食い違っているというか、はい、そうですね、うん、しかもそれが毎週のようにあると、うん、はい、大体最近だったら関口さんでニュースになるか、うん、青木さんでニュースになるかですよね。ああ、青木さん、青木治さん。あ、はいはいはい。どっちかで問題になるので、でね、はい、まあ韓国用語でトンチンカンな、平和論っていうかね、リベラルなこと言っちゃうか、そうですね。うん、そうですね、そう、ここにも書いてあるけど、スケートのね、岡崎朋美さんのやつとも僕も見てましたけどね、はい、あれもトンチンカンでしたね、本当に。ありましたね。その例も、はい、なんかやっぱ噛み合ってないんですよね。噛み合ってないんですよ。全然。はい。はい、うん、それどういう意味みたいな。そう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 。だからその岡崎さんが解説、でその高木美帆さんがいかにすごいかっていう解説の中で、はい、やっぱりその美帆ちゃんはその全体的なバランスが素晴らしくて、関節の柔らかさとか、スケーティングの技術もみたいな話をしてるんですけど、はいはい、関口さんが、なんかよくわかりませんかみたいな。そのまんまじゃん。その言ったまんまじゃんって言ってるのに、なんだかよくわかりませんかとか。もうその、まあ。唯一わからないとしたら、このアウトフラットインっていう。ああ、なるほど、ね。アウトフラットインの技術がすごいっていう。はいはいはい、でもなんか身振りとかやってたら、まあなんか、あ、こういうスケーティングの技術なんだなっていうのはわかるかなとは思うんですけど。はい、確かにね。はい、うん、なんかよくわかりませんか。いやー、もうあれはもうダメですね。はい。このなんか、関口さんのぶっきらぼうな感じがいいですよね。うん、そう、まあ、この文字起こしした時のそれがまたおじいちゃんっぽいっていう、おじいちゃん本当に、はい、なんだかよくわかりませんがって人になかなか言えないでしょ、言えないですね、お笑いじゃないんだからさ、何言ってるか分かんないし、今僕が和田さんと会話してる中で、はい、うん、なんかよくわかりませんがって言えないですよね言えないよね、普通ね、普通は言わない、もうちょっとなんか、はい、ちょっと今知らなかったら、ちょっと もう少し詳しくみたいなことはあるかもしれないですけど、うんうん、はい、え、どういうことですかみたいな。そう。うん。うん、しかも、このなんか言い方というか。そう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 。っていうのはあんまりないかもしれないですね。はい。完全におじいちゃん状態ですよ。おじいちゃん状態ですいやー、またね、今週の日曜日にはどういう姿を示してくれるのか。そうですね。楽しみだなと。ショーダブローさん、いきなりですが、ディスカバリーチャンネルのザ・ネイキッドというアメリカの番組をご存知でしょうか。全丸で男女問わず協力し合い、アマゾンや無人島やらを数日間生き延びられたらクリアの本格的サバイバルですと。全丸といえば和也さんですが、挑戦してはいかがでしょうか。あ、これ、なんか一個だけ道具を持って行っていいっていうやつか。はい、そうそうそう。ちょうどこの前、月曜日かな、世界丸見えでその番組をやってて。うん、あ、そうですか、はいはいはい。僕もちょっとなんか番組見てたんですけど、たまたま。うんうん、まさにそういう全裸で、はい、なんか男女、会ったことない男女が、うん、協力して、うん、その、なんかサバイバル生活を生き抜くみたいな。はい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 、はい。すごい、ね。まあ、なんか面白そうだなとは思いましたけど。うんうん、はい。ただ、あんな ね、ジャングルの中というか、うん。僕は無理ですね。そう。絶対行きたくないよね。絶対行きたくないですね。そうそう。キャンプ行ってもコテージに泊まりたい派なので。ね、いや、そうなんですよ。だから、うん、ウォシュレットないと嫌だなって思ってるぐらいなら全然無理だよね。そりゃ。はい。全然無理ですよ。そうですよ。はい。アメリカ行くとき、俺、ウォシュレットのあれ持っていくからね、きっと。簡易ウォシュレットですよね。簡易ウォシュレットのキット持っていってるぐらいだから。そう、無理だよね、これ。もう、
そのザイネイクって出るときあれ持ってったら笑うね。なんでそのカインウォシュレット持ってってんだよ。みんななんかナタとか火つけるやつとか持ってくるんですけど、そう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 、カインウォシュレット持ってったら、そうそう、自分に、ね、それ女性に殴られますよ。そうそうそう、あなた正気、そうそうそう、はい、確実になりますね。そんな感じですね、はい、サバイバルする気あんのかって。はい、都会一個にも転がります。あ、はい、トイレットペーパーの方が大事だろ。確かに。確かにそうだな。いや、そっちの方が大事だな。でも、ワンロールじゃ多分どうにもなんないですからね。どうしようもないよね。本当に。はい、縄がやっぱ万能だね。いろんなものを使って。はい。